ございます。早々と出発しまして、十勝方面に行ってきます。北から高速乗って十勝方面に向かいたいと思います。音が聞こえる、すでに。なんか昔見に来たことあるけど、もうちょっとなんかこの木々が覆い茂ってない時に来たような気がする、うん、すごいなんかもうマイナスイオンが感じられる。森の香りがすごい。雨上がりだからじゃない？すっごいいい香りするねえ。めちゃくちゃいい香り。いや、晴れてます。晴れてよかった。あ、見える見える。こっちだこっちだ。こっち、うん、あー、なんかすごい癒されるね。やっぱりこういう自然の中に来ると。あ、ここだ。こっから見えるんだ。見えました。これです。すごい上から。120m。 すごいとこだね。ジブリジブリ。主がいるよ。参考する。
何にも見えないかもしれない。すごい、もうフォグ視界100m、100あるかないかになってきました。これは何も見えません左、うん、行き過ぎ、今止まる。わ、すごいね。ほんとインフォグって感じで、まつげに湿気がたまる感じがするうん、大体いっちゃらす。あ、このソフトクリームを食べたいの。黒ね、私チョコレート大好きだから。本当はここから素敵な景色が見れるはずなのに真っ白です。めっちゃ美味しそう。ソフトクリームもバスクチーズケーキもショコラテリーヌも。うん、牛の手ぬぐいかわいい。こっちレストラン、こっちレストラン、うん、ね、美味しそう。トカチカーブ。充実してます。すごい。牛乳も和牛と。でも品名牛乳ってなってるの、ね、牛乳積んでるんだ。ここから帯広駅に向かいたいと思います。はい、帯広市内に入ってきました。駅に向かいます。パーク&トレイン、よし、じゃあ豚丼食べに行ってきます。
油も甘いし、タレもいい感じ。タレそんな甘すぎなくていい、甘すぎなくていいね。炭火で焼いてもやっぱいい、めっちゃ大きいですね。すごい大きいですね。すごい。わあ。じゃあこれ小さいやつでお願いします。はい。ここからですね。豊西ファームに向かいたいと思います。っていうかもうすぐそこなんですけど、ここの道、これっぽい、左方向です。続いて目的地は右側です。飯田さん、飯田さんですか。あ、どうも、はじめまして。すいません、忙しいところ。エリです。ありがとうございます。初めて見ましたね。あ、旦那さん、そうね、そうですよね。汚れブチカバー、はい、よし、初体験牧場見学。イエーイ。選手ファームの飯田さんです。あ、よろしくお願いします。今日は案内特別で、こっちがね、赤ちゃん牛で、ちょっと赤ちゃんが一番好きだもん。あらまあ、かわいい。みんな休んでるね。体重がね、35から40ぐらいで、あ、私より少ない、当たり前。へぇ、一気に飲んじゃうと、もう下痢起こしちゃうから、元気元気な子もいる。最初はね、混ざって混ぜていったんですよね。交雑種と、で、コロスタインと、で、大きくなればちょっとずつ分けていくんですけどね。オスもメスも混ざってる。基本的にお肉になるのがオスなんですよ。オス全部。全部。うん。じゃあ、トヨニシギはオス。オス。あ、本当だ。もうオスオスっていうか、もう飼料になってますよね。大きい、本当。こうなるんだ。全然でかいわ。すごいサイズ。うわあ。まだなんだ。でか。まだなんだ。でかい。これでもまだ700キロ、750ぐらい。もっと大きくなるんですか。興味を示してくれる。興味がね。三頭牛は一区画。24頭。うん。で10位全部作れますよ。牛の。おお。だから強い牛が餌ばっかり入ったら強い牛がずらーって並ぶ。弱い牛は全部。弾かれちゃう。弾かれて残った餌しか取れない。ここがもう出荷の。おお。また違いますね。明後日出荷の。いや、でげえ。今立ち上がったやつなんかでかいです。本当だ、幅もあるわ。また一段と。すごいサイズ。また一段と。これでもうトン超えて。いや、こういうのはトンいってないですね。800。これでもう。うん、800後半とか。よくいって900とか。お、そうだね。でここはもう。かわいいよ。これちょっとここ迫力あるね、ここ。ここはでかい、23ヶ月ぐらいの牛なんで。あー、でかい。でかいやつは多分トン超えてます。すごい。うわ、体のサイズがさ、コルスタインの。大きいですね。これコルスタイン。いや、これもこうだ。柄だけがホルスタインの。柄がきつくて、柄はホルスタイン。
まあでもどう見てもあれだよね、フォルスタインの形ではないっていうか、うわーすごい、うわーこれもう満員電車のなんかあれぐらいの感じで体当たりで。サインってないよね、もっとさ、うん、強いところ あるじゃないですか。全然全然なんか、うちね、大丈夫、はい、牛にめっちゃ肉食わせるから多分結構そのせいかも、なんか違う感じします。これは何、和牛ですか。いや、これも F1 F1 ですか。あ、フォーザーク当たり前のようあれ一番なっこいい。すごい来たよ、すごい来たよ。今立ち上がる。この子？そうそう。この子がイラちゃん大好きなの。座ってた背中乗ってきてくれる。立ち上がるここに。イラさん、今日はありがとうございました。あ、どうもありがとうございました。ね、豊西ファームのハンバーグが私一押しです。他のね、お肉もちょっと買って食べてみたいと思います。あ、ぜひぜひ、はい、今日はありがとうございました。あ、どうもありがとうございました。はい、それではですね、今から六花亭帯広本店に行きたいと思います。なんかここが歩行者天国になっていて、ちょっと車が通れない状況です。あ、本当だ。では行きましょう。1時に予約していた2名様ですね。はい、はい、分かりました、ありがとうございます。はい、あ、ここだ、極楽ラウンジに来ました。1人300ポイント使ってね、極楽ラウンジに入りたいと思います。出てきて、その後ピザも出てくるっていうことだったんですけど、もちろん これもねついてるんですけど、これはまず一人食いにしてもらってカレーとピザはちょっとさせていただきました。もうお腹いっぱいいるんで、ここはお腹空かせてこないとダメですね。すごい、さすが1人300ポイントは大満足の量が出てきます。うん、いやー美味しい、これリアルな、リアルじゃないのって何って感じだけど、リアルな昭和感がすごい、昭和感が強いっていうか、ふわふわ、うん、美味しい、チーズがめっちゃ香ばしい。失敗した、何が、今カレーライスとかも出てくるんだから、下調べブログでした、私たち。お腹いっぱいになるパターンじゃない？おやつタイムだと思っちゃった。これはご飯だね。ご飯だね。すいません。本当に。はい、音吹道の駅にやってきました。音吹。
雪月もあるずっと柴田牧場にやってきました。夏空のセット、行ってきます。あ、これ OK、 あ、 OK だね。 OK ということで行ってみましょう。あ、これより先には入れない、うん、ここまででした。なんかもう展示スペースになってる感じ。トラクター場のソフトクリームが、あー、お蕎麦、うどん蕎麦、ラーメン。構え？なんで？豊見主流があるのかなと思ったけど、豊見主流はないね。あ、あった。あ。豊見市牛、ここに売ってます。ソーセージも。ああ、すごい。わあ、おいしそう。これは帯広牛だね。うん、これは帯広牛だ。すごい。牛月あって、あれあってこれだから。すごいね。に来ました。初めて見るから楽しみです。通る、ここを通る。三直市場もあるからさ、すごい混んでるんだね。すごいね。500円ずつにするかしら、うん、5番マスレイス2号、次のハリアーの方470キロ、阿部竹富884キロ、16キロ、8番スーパーウィング成田ボクさん。硬い硬めかな。こっちは硬めだけど、こっちはちょっとわかんない。会社人気見て買ってないから。これでいきます。1メートル第一障害は1メートル、第二障害ここで 1.6 メートルあります。はい、歩きながら撮影ができる、うん、歩きながら応援ができるってなってるよ。だからそれぐらいの速度、徒歩の速度なの。一番強いね。
もう最下位だから。そう、本当だ。これがこれに重量を乗せてるの、なるほど ね当たんなかったけど楽しかった1レースだけちょっと遊びました。じゃあここからホテルに向かいたいと思います。はい、今日はですね、トカチガーデンズホテルさんに宿泊したいと思います。めっちゃ駅の近くで徒歩でいろんなところが行けます。部屋紹介します。まず入ったらクローゼットね。なんだろうこれ。あ、パジャマです。セパレートタイプのパジャマがあります。ユニットバス、こんな感じ。まあお風呂とトイレ一緒ですけど、まあ広い感じでいいんじゃないでしょうか。今日はツリーなのでこんな感じです。イエーイ。ビューはこんな感じ。右手が帯広駅ですね。北の屋台も歩いて3分。Wi-Fi も 56Mbps の速度なんで安心して何でもできますね。はい、以上。ちょっと休憩してから晩ご飯食べに行きたいと思います。